ビットチャージは、タカラトミーから発売されていた小型ラジコンカー。関連商品として、ビットレーサーがある。2001年7月14日に発売。マイクロビーと呼ばれる超小型モーターを使用した、全長 60mm の小型ラジコンカー。コントローラー側面にマシンをセットする充電端子があり、45秒の充電で2分間走行することができる。 周波数は 27MHz、35MHz、45MHz、57MHz の4種類があり、ボディは自由に付け替えることができる。コントローラーのアンテナは巻き取り式。2003年6月にはグレードアップしたスーパービットチャージーが発売された。同時走行台数が4台から6台になった。また、アンテナが伸縮式に変更された。ボディ、シャーシ、 コントローラーが変更されているため、ビットチャージーとの互換性はない。2004年12月にエアロ RG が発売された、あとは、新製品が発売されなくなり収束した。セット内容、車、コントローラー、モーターセット内容、塗装済みボディ、クリアボディ、セッティングツール、ビットレーサー搭載用アシストパーツビットレーサー用、モーターも使用できるが、ピニオンギアは異なる。 スーパービットチャージーと交換可能なボディを持ったプルバックゼンマイシリーズ380から480円で発売された別冊コロコロコミック誌2000年8月号に漫画競速バトルビットレーサーズ長時空伝が読み切り掲載作者は南波隆。ありがとうございます